君か。こんな時間にどうしたんだ。雨も降っているのに。何かあったのか。何もない。そうか、ならいい。僕の傷なら大丈夫。ほら、体を起こしても平気だ。この剣か、枕元に置くのが癖なんだ。もし何かあってもすぐに剣を抜いて対処できるからな。そうか、この場所が安全で君も無事ならそれでいい。僕か。この体勢なら傷は痛まない。大丈夫、心配するな。それはそうと、こんな時間に何をしに来た。子供じゃないんだぞ。雷や雨を怖がるわけないだろう。そこにいると暗くてよく見えないな。なあ、もっと近くに来ないか。靴を脱いでここに座るといい。できれば裸足になった方がいい。何をするつもりかだって。それは僕が言うべき言葉だろう。君こそどういうつもりだ。わざわざ雨の日に外に出るなんて。自分の足元を見てみろ。服の裾も靴も靴下までびしょ濡れだ。こんな寒い日に全身濡らして、また風邪をひきたいのか。ほら、こっちに来い。この布団を使っていいから。ちゃんとかぶってろ。体を冷やさないようにな。そういえば君、僕が何をするつもりだと思ったんだ。どうした？顔が赤いぞ。嘘じゃない。ほら、耳も赤くなってる。おい、なんで急に離れる。ダメだ、おとなしくここにいろ。今出て行ったら本当に風邪をひくぞ。もう少し待ってろ。君がここ数年間ずっと体を鍛えてきたことは僕も知ってる。あまり病気にならなくなったこともな。だがそれでもダメだ。どうしてかって、僕は同じ過ちは二度と犯さない主義なんだ。前に熱を出した時、3日間も寝たきりだったのを忘れたのか。だからこれ以上僕を心配させるな。帰るのは雨が止んでからだ。どうした？なんで謝る？謝る必要はない。昔のあの湖のことも、七夕の夜のことも、君は何も間違ってない。あの夜君は僕を救ってくれたんだ。君はいつだってよくやってる。僕が思っているよりもずっと
輝いてるんだ。そしてずっと僕の隣にいてくれた唯一の光だ。雨が強くなってきたな。心配するな。雨が止むまでずっと君のそばにいるから。そういえば、部屋に入ってきた時何か持ってたよな。箱？その中に何が入ってるんだ？何？軽食を作ってきた。これは、桂花餅か。もちもちでさっぱりとした甘み、そして花の香りが爽やかだな。君の作るものは、どれも芸術のようだ。ありがとう。もちろんだ。君が作るものなら何だって食べる。いや、まずいと言ってるんじゃない。むしろ、好きだ。いや、何でもない。君、まだからかうつもりなら、もう何も言わないからな。そもそも君が今まで作ったものは僕が全部好きだって知ってるだろう。え、今まで作ったものでどれが一番だったか。うん。そうだな。夏目の焼き菓子と牛乳の蒸し菓子、それとよもぎ餅に蓮の焼き菓子、竜のひげ飴、緑豆の落雁。何？ほぼ全部だって。欲張ってるわけじゃない。本当に欲張るなら、僕はこのまま雨が止まないことを願う。そして今夜は君にずっと僕のそばにいてほしい。君を永遠に僕だけのものにしたい。君は僕のもので、僕は君のものだ。そういえば、君が今ここにいることを知ってるのは僕だけだよな。だったら明かりを消しておこう。部屋の中に二人いることが知られないように。布団もしっかりかぶってろ。体が冷えるだろう。ほら、こうすれば温まる。もっと近くに来いよ。僕が布団に入れないだろう。なんだ、もう眠くなってきたのか。外は風が強いな。雨もしばらく続きそうだ。でも心配いらない。僕がついてるから。このことは二人だけの秘密だ。誰にも知られることはない。だから安心して寝てろ。僕はずっとここにいる。